この辺り真っ赤に色づいてる。四方を山に囲まれた自然豊かな町道志村。この時期色づいた山々の風景を見ようと多くの人が村を訪れる。あ、看板がある。木目書店。わあ、かわいいお店。あ、画集とか文庫本とか絵本なんかもありますね。こんにちは。 こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはご自身で選ばれたんですか？本は全部私が選んでいます。大体あの自分の蔵書からとか、あとは買い付けてきた本とか寄付されてる本もあります。小さい頃から本が好きだった店主の酒井さん。書店員として働いていた経験もある本を選ぶエキスパートだ。今の私の雰囲気に合う本を選んでいただけたら嬉しいんですけど。あ、はい、大丈夫です。今じゃあどんな気分ですか？こう道志村に来てすごくゆったり時間が流れているので、そんな中で自然を感じられるような本があるといいなと思うんですけど。あ、おすすめしたい本がこちらにありますね、はい、あ、こちらですね。すべての人に石が必要という。こちら絵本なんですか？絵本なんですよ。ちょっと哲学っぽい感じにもなってぐっと考えさせられる内容になってますね。この自然の中でゆっくり読んでみたいなと思います。酒井さん推薦の本に合わせるのはお店こだわりのコーヒー。自然の中でコーヒーを飲んで本を読む、幸せだな。これからこんなことをしていきたいとか何か夢はありますか？あ、そうですね、今毎月子どもたちを集めてお話し会をやっていて、村の人はもちろん子どもたち、お年寄り、いろんな人が集まるような場所になっていったらいいなと思ってます。県からのお願いです。新型コロナウイルス感染症の情報は県のホームページをご覧ください。引き続き感染症対策の徹底をお願いします。